Y 巨人ファン、もう安倍晋之助を擁護するのに疲れる。新年早々元旦からなんやこれ。二軍監督時代から罰走とか色々評判悪かったし想定内やろ。知るか、安倍に聞いてくれ。ぶっちゃけ巨人ファンは想定内やろ。見たまんまやんイメージ通り。無難にやったら優勝争いできる戦力あるのにが出しすぎやろ。至急査定に入れろ。まさかここまで俺がしてるタイプとは思わなかったよな。そこは意外。Y はもう諦めたぞ。どんだけ落ちるか楽しみなくらい。年明けと同時に飛ばしすぎ。安倍と今井はもう察するものがあるわ。バントの査定アップだぞ喜べ。速攻やめてもぐちゃぐちゃにされたら、立て直しに何年かかかるのがきついんよな。ウレーニャだけが補強完了。というかキャンプもうすぐなのに外国人補強は保険リリーフと本命外野1人ずつ獲得しないんか。でも中継ぎ乱獲したのは正直悪くないよな。馬場とか泉とか勝ちパいけるかもしれんし。巨人って去年も打線だけはガチで12球団トップやったやろ。なんでいじるねん。バントって基本消極的な野球やから、ほんま入店ケースやないとやったらあかんで。シーズン始まったら結局結果よ。地方、3年契約。安倍は会話が成り立ってない時あるから怖いわ。まだ始まってないのにすでに面白いのはずるいわ。結果さえ出せば許せるけど不安は大きいな。こんな前評判でどんな結果になるのかはめっちゃ興味ある。四球を評価するのはいいんやけど、四球も評価するはおかしなことになりそう。シーズン開始前でこれだから、開幕して想定外のことが起き始めたらすごいことやりそうやな。でも安倍も2年後には、立浪くらいの成長曲線描いてるかもしれないから。このやり方で勝てなかったらさすがに反省するやろ。外野はほんまに外国人取らずに、この編成元旦想定のまま行くならすごいな。安倍の方針がどうかは実践してみないとわからんし、1年目は好き勝手やればいいと思うけどな。